はい、今回は1月19日から開催となるヒルトングランドバケーションズトーナメントについて語っていきたいと思います。米女子ツアーがいよいよ開幕となりますね。まずはヒルトングランドバケーションズの概要についてですが、開催日は1月19日から1月22日、賞金総額は150万ドル、開催場所はフロリダ州のレイクノナゴルフ&カントリークラブ、全長6556ヤード、パー72のセッティングとなっています。放送配信についてですが、残念ながら地上波での放送はありませんので、試合の中継を見るには有料配信サービスの利用が必要となります。今大会は過去2年間の LPGA ツアーの優勝者と著名人が出場するプロアマ形式の試合となっています。また今大会は予選カットはありません。日本勢からは畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、笹生優花選手が出場予定となっています。まず畑岡奈紗選手について、2022年には1勝、2021年には2勝をしています。スタッツについては2022年のものとなりますが、平均飛距離が33位、フェアウェイキープ率が76位、パーオン率が28位、パーオン時の平均パット数が3位、バーディー数は2位とパットの成績が際立っています。バーディー数の獲得も2位とチャンスをしっかりものにできているのも強みですね。現在世界ランキング10位と世界基準でのトッププレイヤーとして安定した実力を持ち合わせています。今季も様々な活躍を見せてくれると思うのですが、まずは開幕戦でどういうプレーを見せてくれるか楽しみですね。そして古江彩佳選手について、2022年から米女子ツアーに参戦、ルーキーイヤーで1勝を挙げています。スタッツについては2022年のものとなりますが、平均飛距離が129位、フェアウェイキープ率が8位、パーオン率が34位、パーオン時の平均パット数が28位、バーディー数は11位となっています。ドライバーの飛距離は飛ぶ方ではありませんが、ショットの正確性やショートゲームのうまさでバーディー数が11位と、ドライバーの飛距離がなくてもバーディー数を数多く取れるという強みを持っています。チャンスをしっかり決めてスコアを伸ばし、さらには安定したプレーも持ち味で、そう簡単に崩れることはなく、きちんと結果を出していける選手ですね。そして笹生優花選手について、2022年は優勝がありませんが、2021年にメジャー大会である全米女子オープンで優勝をしています。スタッツについては2022年のものとなりますが、平均飛距離が3位、フェアウェイキープ率が132位、パーオン率が86位、パーオン時の平均パット数が5位、バーディー数は7位とドライバーの飛距離とパットが際立っていますね。ドライバーの飛距離があるのですが、フェアウェイキープ率が132位となっているので、ドライバーショットの精度が高くなってくるとバーディーチャンスを作れる頻度も多くなるのではと思います。そういう意味ではポテンシャルはかなり高い選手で、もっと優勝できる力は持っていると思うので、今季ドライバーショットを改善して活躍してくる可能性も十分にありそうです。どんな活躍をしてくれるか楽しみですね。はい、今回はヒルトングランドバケーションズトーナメントについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。